幹事社の共同通信です。よろしくお願いします。はい、冒頭3つ質問させていただきます。まず今回の決定の背景について、簡潔にお聞かせください。はい、本日の決定会合では長短金利操作、いわゆるイールドカーブコントロールの下でこれまでの金融市場調節方針を維持するということを賛成多数で決定しました。すなわち短期金利について日本銀行当座預金のうち政策金利残高にマイナス 0.1% のマイナス金利を適用するとともに、長期金利について10年もの国債金利が 0% 程度で推移するよう長期国債の買い入れを行います。我が国の景気については緩やかな回復基調を続けていると前回対比判断を一歩進めました。やや詳しく申し上げますと、海外経済は新興国の一部に弱さが残るものの緩やかな成長が続いています。そうした下で輸出は持ち直しています。国内需要の面では企業収益が高水準で推移し、業況感も幾分改善する中で設備投資は緩やかな増加基調にあります。先行きについては我が国経済は緩やかな拡大に転じていくと見られます。国内需要は極めて緩和的な金融環境や政府の大型経済対策による財政支出などを背景に、企業家計の両部門において所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続する下で増加基調をたどると考えられます。輸出も海外経済の改善を背景として基調として緩やかに増加すると見られます。端的に申し上げて、イールドカーブコントロールというか長短金利操作付き量的接近緩和というのはうまく機能していると思います。で、9月に導入したときも、その後の金融政策決定会合でも議論しましたし、今回も議論したわけですけれども、イールドカーブコントロールの下でですね、現在、適切なイールドカーブが形成されているというふうに思っております。